こんにちは、デカシェルリンタチャンネルへようこそ。本日はシェルティと私の100日間の16日目をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。前回に引き続きトレーニングは外でやってみることにしました。前回かなり広い原っぱでやってしまってリンタが見えづらくなってしまったので、今回はちょっと狭めの場所に移動してトレーニングしてます。今は横について歩く練習中です。回れ右もだいぶ綺麗に回れるようになってきました。今上手にできたので遊んでますね。まだまだリンタの元気があり余っているのですごいぴょこぴょこしてますね。あ、今終わりの合図が出て一旦お座りしました。あ、今飼い主の足にロングリード引っかかってましたね。これ時々あるんですけど危ないので皆さんもお気をつけください。あ、今から待ての練習ですね。まだ5メートルくらい離れたところで20秒から30秒待つのが限界ですね。まあ、今日は比較的飼い主の方にリンタが注目してくれてるかなといった印象です。まあ、前回お届けした原っぱよりもこちらの公園の方が結構リンタのトレーニングに使う回数が多いので、リンタもこっちの環境の方が慣れてるのかもしれません。だいたい 2,30 秒経ったので距離を離していきます。今回ちょっと枠内に収まってないんですけど、一応15メートルマックスまで離れてます。ちょうど新しい15メートルのリードが届いたので試しているところですね。で、まだリンタ15メートル離れて待てはできないのですぐ戻ってきてます。左側についてご褒美をあげて鬼ごっこ再開です。一旦待てが入りましたね。リンタすぐ興奮してしまうのでその都度待てを入れてます。あ、もう一回練習するみたいですね。確かこの時はちょっと1回目とあんまり間隔を空けずにやってしまったのでリンダの集中力が持続してないですね。時々腰を浮かせたりしてます。あ、今とかそんな感じです。腰を浮かせて立ち上がりそうになるのでその都度待てと言って制止をかけてます。さっきは30秒くらいできたんですけども、これは20秒が限界だったと思います。もうちょっと間隔を空けて練習してあげた方がリンタも成功しやすかったかなと思うので次回の反省にしたいと思ってます。また20秒くらい経ったので後ろまで下がりきって左横に戻ってきます。リンタの後ろを回る際にリンタまでつられて動いてしまいそうになるので、ちょっとそこはもう少し練習が必要そうですね。で、2回目も待てができたのでご褒美の鬼ごっこしてます。だいぶリンタも疲れてきたのかジャンプの高さが低くなってますね。夫のエリンギ君と遊ぶときはリンタは逃げる専門なんですけど、私と遊ぶときはなぜか向かってきますね。物足りないのかもしれません。ものすごい勢いで飛びかかってくるので横に避けてぶつからないようにしてます。本当は大会に出るんだったらちゃんと飼い主の正面でお座りできるといいんですけど、今日のトレーニングはこんな感じになります。ちょっと短めでしたけど、たまにはいいかなと思って撮影してみました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。